こんにちは、シュプール .jp ビューティーエディターの横溝です。今日はシュプールでいつもお世話になっている美容エディターや PR、スタイリストの方などにご愛用のポーチをご紹介していただきます。それでは、どうぞ。はい、じゃあ最初はこの方です。ご紹介お願いします。山中志保と申します。プレスとセールスのお仕事をしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速なんですけれども、はい、ちょっとポーチとその中身をご紹介いただきたいんですが、はい、そのポーチは、ポーチは、化粧品メーカーの3のもので、3のコスメを買った時に、ノベルティとして、もらいました。入れるところも結構、はい、大きくなってるのでかなり使い勝手が良くてすごい重宝しております。はい、はい、そしたらまずこちらから紹介させていただきます。はい、セルボークのこの春に出ました、新作のものになりまして、チーク と、フェイスカラーがセットになっているもので、これ単体だと割とオレンジ味が強いんですけど、このパープルを重ねることによってツヤ感が出るのですごい血色も良くなって、個人的にはすごいお気に入りです。今日もつけて。あ、そうです。すごい可愛いチークの色、ね、ありがとうございます。はい、素敵です。はい、次も同じくセルボークでシームレスフェイスパレットになります。コンシーラーとフェイスカラーが入っているもので、6色結構全部使います。そうですね、もうこう見ていただく通りこの真ん中の色が出番が多い、はい、出番が多くてすごい使ってます。次も、すいません、セルフォーク連続なんですけど、続きまして、マスカラになります。こちらのマスカラは、ちょっとお色がブルーっぽいお色で、結構私目がはっきりしてて、黒を使うとかなり強い印象になってしまいますので、ちょっとこうブルー、デニムっぽいお色のマスカラを今日もつけてるんですけど、割と毎日つけております。さあ、続きましては、こちらの、眉マスカラになります。こちらは、レナレビっていうロシアのアイブロウメーカー専門のもので、私結構眉毛をしっかりしてるので、基本的に毎日このクリアブラックマスカラをつけてて、結構これつけることによって立体感も出て立ち上がったようなちょっと外国人風の眉毛になります。眉毛ね、本当印象的で可愛いですもんね。 ありがとうございます。結構目元と眉毛がインパクトあるので、ちょっと化粧はバランスをとって毎日やってます。眉毛はじゃあ描かないで、それでこう整えるだけ。そうです、もう朝、ブラシで整えてこれを上から普通にもうつけてるだけなので、ペンシルとかでは一切描いて、ほとんどが自眉になりますね。なので最後の仕上げ的な感じになります。かわいい、ね、かわいい、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ次が2本あるんですけど、はい、こちらはディディオンというメーカーになりまして、ピンクの方は本当につい先日アパレルと美容室のお店ユルクさんとのコラボ商品になってて、ちょっとピンクっぽいラメになってて、目元、今日は目元に使ってるんですけど、例えばまつげだったり眉毛とかにも使えますので、すごいこれつけるだけでなんかもう目元がすごいキラキラとした印象になるので、結構個人的にはこの春一番買ってよかったアイテムかなって思ってます。これがピンクのもので、もう一つは、割と前に発売したものなんですけど、こっちの方がよりパールが大きくなってるので、本当にこれもまつげとかにつけると、すごいもうキラキラっとした印象になるので、どっちもすごい使ってます。今日のお洋服にもね、ぴったりです、ね。そう、すごいなんか春なので、これはもう見た瞬間に買おうって決めました。そしてこちらが、リップですね。はい、はい、これは多分結構話題になっているアディクションのリップセラムティントというもので、今日もつけてるんですけど、こちらは割とこうツヤが出て、なんですけど、うるうるしすぎない感じで、しっかり色味も出るので、ちょっとこうピンク、パープルっぽい感じで。本当その発色とツヤのバランスが絶妙ですよね。はい、結構意外とそういうのってなくて、うん、割とこうツヤっぽいものだと結構可愛くなりすぎちゃう印象が多いかと思うので、結構こうモードなものが好きなもの、私にとってはすごいぴったりですね。可愛い、はい、今日それだけで仕上げ。今日ははい、それだけですごい色出てますね。ありがとうございます、うん、でこちらがハンドクリームになります。会社の上司からプレゼントしていただいて、結構私バラの匂いとい
ていうよりは割とウッディな匂いがすごい好きで、こちらもヒノキの香りがして、なんかつけててもすごいサラッとしたテクスチャーなので、こうなんていうの、手作業する時にもベタつかず、すごいお気に入りのアイテムになってます。香りね、大事ですよね。大事です。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次はこの方です。自己紹介お願いします。はい、ビューティーエディターの平てるのと申します。ありがとうございます。はい、じゃあ平さん、早速なんですが、はい、ポーチとその中身をご紹介いただけますか。はい、ポーチはこんなふざけたポーチです。すいません。かわいい。ありがとうございます。それ何なんですか。セサミストリートのエルモでレスポートサックとのちょっと数年前、2、3年前のコラボのやつをどうしても欲しくて、買いました。かわいい。はい、こちらはカネボウの去年、限定で出た、チアリングミスト UV というものなんですけれども、まあ、ちょっと今回はひまわりの香りがするっていうことで、こういうスプレータイプの UV です。去年すごい流行ったやつですね。流行ったやつです。それの限定の香りの、限定の香りでサニーフローラルというちょっと爽やかな香りがして、気分的にもリフレッシュできるので愛用してます。はい、すごい。ここまで今香りが来ましたね。来ますよね、うん、すごいいい香りなんです、うん、はい。次は、これもちょっと新製品なんですけれども、フジコの、お直しパクトです。ちょっとこういうなんかすごいちっちゃなスポンジがついていて、クリームタイプのものです。このサイズだとポーチに入れやすいなっていうのと、指に入れて使うスポンジも便利かなと思って。じゃあ使いやすいサイズになってるよっていうこと。そうですね、すごいフジコってやっぱりアイデアがいつも素晴らしいなと思って、ね、なんかよく分かってるなっていうふうにいつもなんか感動してしまいます。ありがとうございます。はい、はい、次お願いします。次はもうなんかマスカラは家でしてくるんですけど、ちょっと夕方下がってきた時とか元気がなくなって見えちゃうので、この小箱のちょっともう使ってて汚いんですけど、このちっちゃめのビューラーもちょっとポーチに入れようと思うとどうしてもこう大きかったりとかしてかさばっちゃうので、このちっささがいいなと思って愛用してます。はい、チベニが、だいたい日替わりで新しいものを試さなきゃいけないので、その日の服とか気分に合わせて色は変えてるんですけど、今このプラダの、これはリップクリームです。どうですか、プラダのリップクリーム。なんかまあプラダっていうだけで気持ちが上がるっていうただのミーハーですが、あとすごくツヤツヤでいいかなと思ってます。はい、でこれは新しいシャネルの、新色で、ちょっとシャネルとしては珍しい白のパッケージがおしゃれで可愛いなと思ってます。それは何番ですか。0700のなんかね、はい、7時とか00時とかいろいろ時間がついてるんですよね。塗り心地とかはどうですか。塗り心地は本当にベルベットっていうだけあって、スルスルっとなんか軽やかで、そんなにこうツヤツヤっていう感じではないけれども、しなやかな感じで、もうすごい淡い感じですかね。これはディオールで、なんか今つけてる色がこの色ですけど、ちょっと可愛い限定のケースで、このケース自体は入れ替えてレフィラブルなどで使いやすい、ずっと使えるのでなんか気に入って使ってます。これは、3の、精油だけで作られた香水ということで、最近流行ってるもので、結構いろんな人のポーチにもすごい入ってると思うんですけど、私も、まあ、どちらかというとこうやって自分自身がつけるっていうよりは、空気に匂いつけて仕事の合間とかの気分転換とかにちょっと息詰めて根詰めて仕事してる時とかがあるので、スーッとこう深呼吸するのに役立ててます。スリーさんらしいなという。あ、すごい、すごい癒される、はい、ね、癒される、はい、いい香りです。はい、はいはい、じゃああと次は、はい、それであとはもう私はすごい甘いものが好きなので、なんか出てきた、はい、メナードさん の, この脂肪を消費しやすくする糖や脂肪の吸収を抑えるというのを、まあ、毎日ちょっと甘いもの食べるかもっていう時は1日3粒飲んでおりまして、もうすぐなくなりますみたいな。効果実感のフォローはいかがでしょうか。さてどうでしょう、自分的には収まってるっていうことでよしとしております。これだけ甘いものを食べてるのにっていう感じです。はい、はい、そしてその甘いものつながりで出てくるのがこの羊羹です。なんで
ようかこれは、この間テレビ番組を見てたらその地震とかが最近多かったりとかするので外で被災した時に何かちょっとエネルギーを保てるものっていうので水と羊羹がこのちっちゃい羊羹が結構便利ですよっていう風に地震対策のアドバイザーの方が言っていたのでちょっと入れてますがこれも3月の6日までに食べなければなりません食べないとサプリ飲んで食べないとそしてちょっと私はなんか爪がすごく折れやすいので、はい、爪切りとか入れれないのでこのちょっと素敵なエルメスさんの羊羹の後にエルメスさん出てきましたさん ごめんなさいエルメスさんって感じなんですがネイルファイルを入れてちょっとこ そう折れた時なんかの緊急のために入れております。でもそのオレンジが入ってるとちょっと上がりますね。上がります。はい、そんな感じのポーチで全然化粧直しは肌と口紅しかちょっとしてなくてあとはまつげを上げるぐらいしかしてない感じです。ありがとうございます。はい、じゃあ次はこの方です。自己紹介お願いします。はい、のり榎本のデザイナーとパタンナーをしております榎本のり子と申します。はい、じゃあ今日はのりさんのご愛用のポーチとポーチの中身をご紹介いただきたいんですけれども、はい、そのなんかポーチも素敵ですね。ありがとうございます。これは、私がのり榎本っていうブランドをやっていてそのポーチなんですけど、これは柄がついてるパターンで、タイのアーティストさんイラストレーターさんのポムチャンさんっていう方とコラボした時のアイテムになります。なんで中にこういうバラが書いてあるんですけど、はい、それは 今も買えるんですか。あ、これは1年前ぐらいにやったコラボのアイテムで今買えないんですけど私はその自分で作ったサンプルを使ってるっていう感じです素敵です。その中には何が入ってるんでしょうか。この中には、リップを持ち歩いてて、はい、2本入ってるんですけど、はい、ドリスバンノッテンの、リップバーム結構もう使っちゃってるんで短いんですけど、うん、リップバームとあとこっちはちょっと色付きのブラウン系のリップいい色になってます。ここに刻印がされててかっこいいですよね。ドレス版持ってるって。私はこのちょっと黒子っぽいやつと、うん、オレンジとヒョウ柄みたいなやつを選んだんですけど、うん、たまにこうここを変えて、うん、持ち歩くこともあります。ちょっとこれ派手なんですけど、うん、ちょっと印象変わりますね。ね、面白いですよね。これドリス・バン・ノッテンのアーカイブの柄らしくて、はい、そういうのもかっこいいなと思ってこれを選びました。それは日本で発売された時に買われたんですか。今日本で発売してるんですけど私が買った時はフランスの百貨店で買いました。はい、じゃあちょっと次そっちの大きい方のポーチの中身をご紹介してください。はい、あとそのポーチも素敵ですね。ありがとうございます。これはレザークロフトマンっていう私はローマのお土産でいただいたんですけど、なんか一個一個ハンドメイドで作ってる革製品屋さん。で最初もっと硬かったんですけど、どんどん使っていくうちに柔らかくなりました。経年変化も楽しめるのもいいですよね。そうですね、ファスナーもしっかりしてて使いやすいです。じゃあ中身をご紹介いただけますか。はい、これが3のチークとハイライターなんですけど、私はもうすっごい使っちゃってるんですけど、うん、そこ見えしてますねこっちがチークでこっちがハイライターなんですけど私はアイシャドウとしてこっちを使っていて、なんかどちらかというとアイシャドウ塗ってるのかなぐらいが好きなんですけど、ちょっとツヤ感というかきらめきがあるのを求めてて、これがすごい肌なじみがいいのでずっと使ってます。うん、でハイライトもたまに練り系がいいなって思った時はこっちを使ってます。これもアイシャドウなんですけど、はい、カジャっていうブランドで、私が欲しいなって思ってた時は日本で売ってなくて、でわざわざ
海外行った時にセフォラで買ったんですけど、これは一番最初の段がラメ系のアイシャドウで、2段目がベース系で、3段目が締め色になってて、このなんか日本のお弁当箱をモチーフに作ったらしくて、でコンパクトで可愛いなと思って買いました。はい、なんかお弁当みたいな名前ついてましたっけ。そうなんですよ、ね、私多分そうだった気がする。弁当、ビューティー弁当ね、かわいい、ビューティー弁当、かわいいですよね。しかもちっちゃいから、うん、持ち歩きにも。そうですね。次がハイライトなんですけど、これは薄く塗っただけでもすごいツヤ感が出るので、このマックのハイライトを2年ぐらい使ってて、すごいお気に入りのハイライトです。お気に入りポイントはどの辺ですか。そうハイライトっていろいろあると思うんですけど、うん、中でもそれがいいなと思うところは。そうですね、このハイライトは結構ツヤっぽい感じなんで、なんか本当に薄く塗っただけでも自然な感じで光る気がしてて、うん、あと色味が肌なじみがいいので、ちょっとピンクが入ってて自分の肌の色に合うかなと思ってこれを使ってます。で次がコンシーラー、はい、&B のコンシーラーで、コンシーラーずっと何使ったらよくかいいか分からなくて、で乾燥もなんかコンシーラーでよくしちゃってたので、ちょっと水分量多いものがいいなと思って出会えたのがこれなんですけど、結構肌のトーンが白めなので、このいつもはオレンジとライトベージュのセットを私買ってるんですけど、これどっちもライトベージュにしてて、自分でこの組み合わせて外だけ買って中のリフィル買って、どっちもベージュ、ライトベージュを使ってます。同じ色が入ってるんですね。そうです、もうオレンジは使わないので、はい、似た感じ全くなんかその隠すところとかがなさそうに見えるんですけど、どこに使ってるんですか。何用に使う、お使いなんですか。この目の下のクマとか、ここら辺のシミ、シミがあるので隠したりとかしてます。じゃあクマとかシミとか、うん、結構マルチに使える感じですね。そうですね、使ってます。はい、ありがとうございます。これは、エルメスのお粉ですね。で一番白いものを使ってて、本当に真っ白なんですけど、うん、まあ、色をつけるっていうよりかは最後のこう皮脂を抑えるためにパーッと塗るっていう感じで使ってます。そのマックのハイライトとそのエルメスのパウダーは、エルメスで皮脂を抑えてマックでツヤを出すみたいな感じですか。あ、そうです、そうです。最後にツヤをつけたいところだけこれでつけてます、うん、あとはマットな肌質が自分の顔に合ってる気がしてるので、基本はマットで作ってます。はい、ありがとうございます。はい、で次が、はい、イプサのスティック状美容液、はい、マットに顔を仕上げがちなんで、どうしても冬は乾燥するので、乾燥してるところにこう塗って、一回こう潤いを与えてからお化粧直しするようにしてます、うん、メイクの上からやっても崩れないですか。そうですね、一回塗ってこう乾燥してるところを保湿させて、一回拭き取ってお直ししてます。次はこれがシャネルのパフュームなんですけど、こんな感じで回すと押しボタン式で香りがグレープフルーツとジャスミンの香りになってて、もうワンプッシュですごい香るので、もう1日1回で次が、インディゴっていうマルチバームで、これはハワイに行った時にパイコっていうお花屋さんがあって、そこで売ってて買ったものなんですけど、でこれずっと気になってて、なんか女性の方一人で作ってるらしいんですけど、こういう感じで石が、これはアメジストですけど、アメジストが入ってて、うん、使い切ったら、まあ、石出てくるよっていうやつなんですけど、いろんな石があって、ローズクォーツとかスモーキークォーツとかあるんですけど、
で香りがすごいいいのでちょっとこここめかみに塗ってリラックスしたりとかもできます。香りは何の香りなんですか？これはラベンダー。それはその石との組み合わせでそれぞれ香りも違うんですか？そうですそうです。パワーもらえそうな感じですね、いい気が。そうなんですよ。だからぜひあのパイコに行ったら買ってほしいアイテム。ありがとうございます。ありがとうございます。でこれが、はい、これもバームなんですけど、はい、パリに行った時にルーブル美術館で買ったリップバーム で、はい、でこれは面白いなと思ったのがモナリザの口の切り取りになってるので、なんかそれが面白いなと思って買いました。で後ろにルーブルって書いてあるので、文字が可愛い。そう、ちょっと思い出に持ち歩いてます。すごい、なんかどれも個性的でおしゃれなものたくさんご紹介していただけてありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあ次はこちらの方です。自己紹介お願いします。はい、スタイリストの鈴木香織です。ありがとうございます。鈴木さんのポーチがなんか可愛いですね。またはい、これがバグっていうブランドのポーチで、もともとはこうやってかけれるようになってたんですけど、ちょっとそれだとあまり使わなかったので、私はこういう感じで化粧ポーチとして使うようにしてるんですけど、いつも2つ連携させて使ってるは、時と場合によって結構ちっちゃいバッグ持つ時もあるので、はい、そういう時は、こっちだけにする時もありますし、普通に大きいバッグの時は2つで持つ時も、はい、ちっちゃい方には、まずリップがドクターハウシカのリップで、オーガニックなリップで、結構このなんて言うんだろう、色あんまりこう白くなくて、なんかこうつけた時もあんまりこうたまらないというか、すぐに馴染んでオイルっぽい感じになるので、リップとかを塗る前の下地みたいな感じで使う時にベタベタしすぎず、すごいいい感じです、はいはい。それはどこで買ってますか？これはコスメキッチンで買いました。はい、で次が、リップは、これはバイレードのリップです。友達からこれプレゼントでいただいて、なんか私のイメージを描いて選んでくれたみたいなんですけど、すごいいい友達ですねそうなんですなんか合うと思うって感じで選んでくれて、すごくいい感じです。ちょっとピンク味もあるのかな、普通のリップとはまた違うバイレードの美しさみたいな、うん、なんか持ってて気分が上がる感じが好きです、はいはい。で次がメゾンルイマリーの香水、はい、です。これもなんかトラベラーキットみたい なんかここぐらい匂いが入ったやつなんですけど、基本的にはお家で香水つけていくんですけど、たまに忘れちゃった時とか、あとやっぱり途中で匂いが切れちゃったりとかするので、そういう時にこう匂い欲しいなというか、こうちょっとリフレッシュしたいなみたいな時につけれるようにいつも持ち歩いています。これは何の香りですか？これは一応ナンバーナインなんですけど、香り的に人によってはなんかメンズっぽいねっていう人もいるんですけど、私的にはなんか結構すごくハマる自分の好きな匂いです、はい。で次が、はい、これはロールオンで、これはちょっと友人がまたこれもプレゼントというか、うん、してくれたんですけど、ちょっとこう、まあ、香水とはまた別でちょっと頭痛とか、うん、なんか疲れてるなみたいな時にここ眉間のところにこみかみとか、あとはこのなんか間とか塗るとすごくリフレッシュできていい感じです、うん。お土産とかでもらった感じ？なんか友達がちょうど何個か多分持ってて、なんかそれをつけてていい匂いだねって言ったらくれましたあとはこのちっちゃいバッグは入ってるのはキャンディー。何ですか？これすごい私が好きなキャンディーで、何何いつもカルディで買うんですけど、はい、これ味がジンジャー、結構強めのジンジャー で中に蜂蜜が入ってて、ちょっとこう舐めていくとだんだん蜂蜜が出てきて、結構自分の中でのベストキャンディーです。でなんか味違いもあるので、なんか多分お好きな味試したら多分すごくいいと思います。で次が大きい方、はい、これはもうサイズ感的に大きい方なんですけど、またリップ、これはアディクションの
リップセラムティントってやつで、代官山の株ストアで、このアディクションのこのアイテムがローンチするイベントがあったんですけど、うん、そこでいただいて、なんかたまにやっぱりちょっとあんまりこう今日赤じゃないなみたいな時に、ちょうどすごく濃すぎないけどちゃんとこう色が合ってて、うん、すごくいいです。お気に入りで最近は結構使ってます。はい、はい、アイライナー、アイライナー私結構メイクの中ですごく大事で、自分の中のポイント的に、うん、今日もねすごい綺麗に、そうなんですよでこのなんか本当にラブライナーが大好きで、10年弱レベルぐらいでずっと使ってて、私もラブライナー好きですよね。なんか絶対に取れなくって、本当に引きやすくって、そうなんです、もうベストアイライナーじゃあ描きやすいし落ちにくいし、落ちにくいし、うん、結構なんかプールとか温泉とかもなんか角じゃなかったら本当にいけちゃうぐらい丈夫です。あ、お色はもう絶対ブラックです。絶対なん、絶対なん、絶対ブラックです。いいですね、ブラック以外つけたことないぐらい、これ以上のものに出会えたことがない気がします、まだ。なのでずっと結局これを使ってます。はい、ハンドクリーム、はい、これはルラボのヒノキの匂いで、本当にこのルラボのヒノキの匂いが私すごく好きで、このハンドクリームを買うきっかけになったのは、それこそ友達が一緒に旅行に行った時にパッてつけてて、それがすごいいい香りで、これ何って聞いたらこれで、それ以降は自分でも買うしプレゼントしても喜ばれるんで、自分用にもプレゼント用にも結構買い足してます。うん、なんかリラックスしたい時に匂いだけ嗅ぐのもなんかすごく良くて好きです。あとは鏡ですね。これは全然普通に無印の鏡なんですけど、うん、ちょっとこのポーチがちっちゃいので、ちっちゃいミラーって感じです。なんか今ケースに入ってる、ケースに入ってます、これごと売られてて、それ取ると普通にシンプルな、シンプルな丸です。なんか後ろに K のイニシャルを貼っちゃいました。はい、ありがとうございます。はい、皆さんのポーチの中身いかがでしたか。気になる商品などがございましたら、ぜひコメント欄にコメントをお願いします。あとチャンネル登録、高評価もよろしかったらぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。